1995年の日本ハムファイターズでは、1995年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。この年の日本ハムファイターズは、上田理事監督の1年目のシーズンである。前年再開からの巻き返しを図るチームは、1990年までオリックスの監督を務めていた上田理事を招兵するが、前半戦は開幕の4月から3ヶ月連続で、負け越すなど苦戦。 後半戦に巻き返し、一時は3位西部とのゲーム差を詰めるも捉えることはできず、上田監督の1年目は4位でシーズンを終えた。打撃陣は片岡厚、井出達也、白井和幸など主力打者が軒並み不振ながらも、この年から遊撃手に再転向した田中幸雄が打点王を獲得。投手陣では来日2年目のキップグロスが、 リーグトップの16勝を挙げて最多勝ちを獲得、抑えの金石明人もキャリアハイとなる25セーブを挙げた。しかし、7月5日のセーブ戦で、ノーヒットのオーラムを達成した西崎幸弘や、ベテランの河野白文は本調子とはいかず、さらに白井交渉は不審で未勝利に終わる。また、首脳陣と対立し、わずか2試合の登板に終わった武田和宏がオフに、大栄 トレードされた。1993年の躍進を支えた、投手陣は崩壊したが、若手の岩本勤が前半ロングリリーフで高騰し、後半から先発ローテーションに加わって、規定投球回数をクリアした。リリーフでも、島崎武氏が入団から3年間でわずか15試合の登板だったのが、この年だけで51試合に登板し、チーム2位の急勝を挙げるなど、 新戦力の台頭もあった。シーズンオフに入ると、白井が周期キャンプ中に戦力外通知され、オリックスへ移籍。長年性保守を務めていた田村不二雄もロッテへトレードされ、河野も巨人へ FA 移籍したが、その人的保障として川辺中儀を獲得した。色付きの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。